世紀の指相撲を実況させていただくユニオンボーイでございます。ね、もう試合が始まりそうなので、指相撲選手の画像を大きくしてください。はい、始まりました。ね、両者とも、青指さんも赤指さんもね、これはあの23歳で若い試合になりますね、これは。お互い、今ね、こうちょっと探り合ってる状態。これは青さんがね、前回覇者ってことで、これは青さんが、今ディフェンディングチャンピオンなんですけども、この赤さんがこれまたちょっと行ってるんですね。で、このなんか虫みたいな動きで、こういう風な青さんのこう特徴的な、攻撃的攻撃ですね、これは。でも届かない。今回届かない。これリーチがちょっと青さん短いということで、聞いてます。はい。で、押さえてる。なんかこれは力比べですね。この確実に力比べですね、これは。力比べの後、ちょっと探り合ってからの、青さん仕掛けてるんだが、これ赤に抑えられてる。おっと、これは、おっと、これはすごかったですね、今。おっと、そしてまたこれがまさに力比べ。これね、押し合うっていうのは、この指相撲の、ね、真骨頂です。これ見せ所ですからね。はい、これ、親指の、ね、上の方が白くなってる。爪の方が白くなってる。これ押さえてる。おっと、弾き合った。これ、疲れたか?なんだこれは、おっと、抑えた。青さん、抑えた。1、おっと、2、3、赤さん、抑えて。あ、じゃこれは、どういうことなんだこれは。届かない。青さん、抑えた。1、2、3、4、5、決まったー。青さん、ディフェンディングチャンピオン。これは、防衛戦が、初防衛戦がね、決まりましたよ。で、お互い礼をしてね、こう、紳士的に、分かります。これはね、初防衛戦、青さん、どうですかこれはね、青さん、すごい喜ばしいことですね、これはね。いやー、このね、若い選手の戦いっていうのはこう面白いですよ、やっぱりね。次回もまた指相撲やってみたいと思います。ムーン。